南條ヨシノ N のラジオ。どうもこんばんは、南條ヨシノです。新しい週の始まり、いろんな話題でおしゃべりしながら、みんなでこの1週間に立ち向かう元気を手に入れようという、とっても前向きになる予定のラジオ、それが N のラジオです。7月に突入いたしまして、夏がやってきているんでしょうか。でもどうですか、最近は暑いんですか？ちょっと私家の中にずっといました時期がありましたんでねちょっとわからないんですけど、でもどうだったの、暑かったの、涼しくなかった、なんか湿気か。ほらうちまだエアコンおじさん呼べてないから、エアコンつけられないんだけど、あれ呼ぶよ、予約は取った、予約は取ったのよ。それまでにもうエアコンおじさんのためにお片付けを頑張る日々がまた始まるんだけど、でも療養中ですか、なんかもうずっと寒くて羽毛布団にくるまって寝てたんですよね。でもこれが羽毛布団に入ってられるってことは、今外暑くないのかな、わかんねえと思ってたんだけど、今週ちょっと寒かった。あじゃあ助かった助かった。いよいよね、うちにもエアコンのお掃除おじさんやってきてくれす、くれますか。いや怖いよ怖いよ他のお掃除もお願いしちゃった場所あるんだけどね、すごいその間2人きりでどうしていたらいいかいつもわからないです。そういう立ち会いのやつとかゲームもできないしさ、おじさん掃除してくれて横でゲームできないじゃん。多分やってもいいのかもしれないけど恥ずかしいじゃんね、戦闘シーン見られたりするの、はあ、どうしたらいいんだろうと緊張に震える毎日なんですけどもね、エアコンつくようになるのはすごく嬉しいです。さあ今日も皆様ハッシュタグ N のラジオをつけて熱くパッション高めに、いや盛り上げてください。別にいいかな、それでは始めていきましょう。南條ヨシノ N のラジオ、今日もお付き合いよろしくお願いします。吉野 N のラジオ。改めまして南條ヨシノです。まあ夏が来ますけどもね、まあご存知の方もいらっしゃると思いますが、すごいウイロウリみたいになちょっとご存知の方もみたいな私ね、何を隠そう、夏が嫌いな夏生まれなのでね、これからの時期本当に毎年毎年年々やっぱ暑くなってってるから、毎年思うんですよね、今年も辛そうだなってね。え今年も辛いんでしょうか、冷夏を毎年待ち望んでいるんですけどね、暑いよね。でも今年はまだそこまでじゃない、うん、さっきもちょっと言ってたけど湿度がね高かったりしますけどね、夏は何をして楽しんだらいいのか分かりませんね私のこんな夏が嫌いな私の夏の楽しみといえばやっぱそうめん、本当にないんだな本当にないんだな、プールも行きたくない、泳げないから水着も着たくない、で写真集出しますっつっても水着一回も着たことない、すごいぶったたかれたことありますよ水着着ねえのかよみたいなすいません、うち肌出さない写真集なんで、いくら布を着るかっていう写真集なんですいませんねっていう感じなんですけどうん、水着も嫌いでしょ、暑いのも苦手でしょ、バーベキューはしたいですね、誰かが焼いてくれるなら
でもそんな都合のいいバーベキューはありませんし、いざ始まったら焼きたいんです。私はめんどくさいタイプですね。でも暑い中でやらなくてもいいかなっていう。あと夏って何があるんですか？アイス食べないですね。年に5個食べればいい方です。年に本当寒くなっちゃう。あとさ、冷やし中華始めますでしょ。ね、冷やし中華始めますけども、冷やし中華食べたいと思って中華料理屋さん行くと、だいたい冷房ゴーゴーに効いてるから、店の中入ると冷やし中華食べたくなくなっちゃうんですよね。だから冷やし中華もなかなか食べられる機会がないでしょ。食べるとき私マヨネーズを添えます。かけるんじゃないです、添えます。それでちょっとずつつけて食べる。美味しいです。ぐらいしかないんですよね。お祭り行きたいな。私お祭りトラウマあるんです。知ってます？これをね、知ってる方はいらっしゃるんですけど、いや、このお話はねしていいのかちょっとわからないんですけどね。ちょっと、いや、遡って出てきますかね、私の発言を。いや、なんか言っていいのかなこれね。あれきりですね、怖い思いお祭りでしたのは。お祭りを行きたいですけどね。かき氷食べないですね、寒くなっちゃうから。全然夏楽しめない。教えて。スイカ好きですけど食べきれないですね、一人暮らしだと。流星群大好きです。引きたい。いけない、一人だから。悲しい。悲しい。一緒に行ける人も連れてってくれる人もいないし、名乗りを上げられても断っちゃうかも。そんなんですね、夏ってみんな楽しんでてすごいなって。昔からです。ちっちゃい時から、まあうち家がね、もうインドアだったんで、家族全員っていうか、親がインドアだと子もインドアになるんでしょうか、わかりませんが。わかりませんけど、夏の楽しみ方私はわかりませんね。ちょっと教えてほしい。家の中にずっと引きこもってゲームやってたいです。でもそれは1年として変わんないんですね。夏か、私でも楽しめる日が来るのか。お便りご紹介いたしましょう。真鍋弥生さんからいただきました。南條さんこんばんは。6月19日放送回のアンニュイなカレーについてのフリートークを聞いて、私もアンニュイな食べ物に心当たりがあり、早速メールしました。他にはあったか、アンニュイカレーに続くアンニュイな食べ物。それはアンニュイなつけ麺屋です。わかんないな。アンニュイなつけ麺。このつけ麺屋ですが、そもそも調理する店員さんによって同じものを注文しても全く味が異なりますね。それアンニュイっていうかバラつきじゃん。違うの？店員さんが同じであれば、日によっての味の日によっての味にバラつきはないみたいなので、人によるのか。店員さんの人数分だけ味のパターンがあると思う。多分 4,5 人で回してるのですが、その中でも店長と思われる人が調理したつけ麺が絶望的にアンニュイな味をしています。いや、褒めてないのか。でも通ってるってことだよな、これは。つけ麺の味は魚介系の出汁と玉ねぎを中心とした野菜を使っているそうなのですが、アンニュイ味の時だけやたら味が底に沈んでいくような重さがあり、決してまずいわけではないのですが、どの食材も絶妙に主張してこなくなる謎の配合に変化をしています。いつもこのお店に行くときは、店の外から今日は誰が調理してるのかを覗いて確認してから入店するようにしています。でも食べたいんだね。美味しいってことかな。南條さんが行ったカレー屋さんは多分お腹がアンニュイになることはないと思うので、ちょっと羨ましいです。いやいや、美味しかったんだよ本当に。アンニュイな味のカレーってどういうこととは思ったけど、食べてみて納得した。アンニュイな味だって、なんとも言い表せない
全てが絶妙に混ざり合って、辛いですねってこう一言で言い切れないとか、スパイス、このスパイス効いてますねもう一言で言い表せない、全てが調和、そうあれは調和なんかファンみたいになっちゃうね、その店のいやまた食べたいもんね、うん、だから真鍋さんが食べたアンニュイとはまたちょっと違う世界のアンニュイなのかもしれないけど、私が食べたカレーはね、真鍋さんが食べたアンニュイなのは物はいいよって感じかな、よく言えばアンニュイ、うん、悪くね言う必要はないから、うん、何度も言ってるってことは美味しいんだけどね、ちょっとお腹のアンニュイだけはちょっと気をつけていただきたい。続きましてゴンベさんからいただきました。南條さんこんばんは。こんばんは。僕がアンニュイな味、おアンニュイすごい来てるじゃん、アンニュイな味だなと思った食べ物はビワです。なるほど、あーなんかわかるわその感じ、アンニュイだねビワって初めて食べた時は何とも表現しづらい、まさにアンニュイな味に感じましたアンニュイだなと思って記憶してたってことすごい指摘だわ。そんなアンニュイな味のビワですが、僕のおすすめの食べ方はビワをヨーグルトに入れてその上から蜂蜜をかけて食べる食べ方です。お絶対美味しいじゃん。これが何とも言えない上品な味わいでとても美味しいです。南條さんもぜひ。ビワ食べてないな、何年食べてないんだろう。ビワ昔は昭和時代ですよ、昭和時代私が小学校の時って昭和ですかまだです平成でした平成時代の話になっちゃうんですけど、小学校のね近くにビワの木が埋まってて、みんなで帰る時にビワ一個ずつもぎ取ってて帰るっていう、だから小学生の手の範囲、手が届く範囲だけビワがないっていうビワの木があったんだけど、ビワと言ったらその思い出ですね。私はアンニュイだね、確かに美味しいんだよね。ヨーグルト、ビワ、蜂蜜、いや絶対美味しい。ビワか、買うのか、ビワ買うんだろうなもう小学校ないから小学生じゃないし、あふるさと納税いいですね、確かに。ちょっとビワどんぐらい届くのかな、わかんないけど、ちょっとビワ食べたい大人になって急にビワ食べたい、アンニュイなビワ。え、これももしかしてアンニュイ、ちょっと違う。R さんからいただきました。南條さんこんばんは。アンニュイな月曜日に毎週楽しく拝聴しています。こんだけだわアンニュイ、ラジオとともに毎週楽しみにしているクイックジャパンの連載ですが、6月11日の記事では Google マップで調べたカフェのアイスラテで一息という内容でしたね。読んでて伝わってくる環境音の聞こえる素敵なカフェの雰囲気とアイスラテの写真に気分がほっこりしました。ありがてえ。私自身カフェ巡りをするのが好きなのですが、インスタやネットでなんとなくな感じで探してます。記事に書かれていた環境音の聞こえるような素敵なカフェを探してみたいのですが、南條さんの中でカフェを選ぶときにこういうとこ行ってるなって基準のようなものはありますでしょうか。カフェを探すときの参考にしたいので教えていただけると嬉しいです。PS、 カフェにはよく行かれると思うのですが、南條さん自身でプロデュースしてコラボカフェを開催してみるのはいかがでしょうか。お金ないんですお金ないから何もできません、開催されたら通い詰めるのでコラボカフェ、コラボメニューをご検討いただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。お金が何するにしたってかかっちゃってできないんです私にはね。私がこういうとこ行ってるなっていう基準、評価Google マップの評価、うん、とコメント、評価についてるコメントも読んで行くかな。なんかさ、店内の雰囲気の写真とかも載ってたりするけど、昔はそれで行ってたかな。なんかこういうお店行ってみたいとか、古民家のカフェですとかさ、なんか
こういうのをコンセプトにイメージした店内の内装ですみたいなところに、わあ素敵だなと思って、ね、調べて行ったこともあったけど、もちろん素敵なお店もたくさんあったけど、店員さんがこんなに不愛想じゃなければなみたいなお店もあって、不愛想ならいいよ、いいんだけど、うん、なんだろうな、敵みたいなさ、そのままになんかこう癒されにね、カフェとかって、お食事とかさ、飲み物コーヒーをいただくのもそうだけど、時間を買いに行ってるじゃん、時間と空間のなんか空間癒しとかだと思ってるんだけど、そこでなんかこう敵対しちゃうのかな私たちぐらいな店員さんに会うと悲しい気持ちになるじゃない。だからなるべくそれを回避するために、あの評価を見ていくようにしている。でもね、うん、そうするようになってからなんか本当にいいお店だなっていうところしかあんま行ってないかも、うん、かな。いや結局やっぱ人なんだよねと思うよ。何にしてもね、やっぱり人と人との人間なんだな。いや最近ちょっと私火の鳥読んでるのね。いろいろ考えちゃう。火の鳥もうちょっとで読み終わるんですけど、ちょっとちゃんと読んだことなかったなと思って読んでます。やっぱあの人すごい、あの人手塚治虫先生は本当にすごいね。なんか宇宙の真理とつながっているんじゃないかなっていうような、ねえすごいな。うん、はい。ピンクペンギンさんからいただきました。南條さんこんばんは。こんばんは。以前このラジオで重力が強い日のことをお話ししていましたが、逆に無重力の日もあったりするのでしょうか。さすがにないと思いますが。ないですね。ちなみに私は自転車通学をしているのですが、出発の漕ぎ始めで今日のコンディションがいいか悪いか分かります。なんとなくわかる、うん。コンディションが悪い日はいつもと同じギアでも重たいなと思います。もしかしてこれは重力が強い日なのでしょうか。よければ教えてください。それは体調です。それはあなたのピンクペンギンさんのコンディション、地球のコンディションではない。いや重力重い日はやたらと物を落とすとか、普通に生活してるのにポロ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 なんかこうね、なんか落としちゃう日ってない？あるよね。でもあの自分だけだったら、まあ、自分のコンディションかなって思ったりするんだけど、このね重力、最近あったその重力が強かった日はその、ポールプリンセスのイベントの日だったんだけど、朝からコップを落としましてね、私は割るんですよ。はぁ、あ、みたいな、私としたことがコップを割ってしまった、今日は重力強いかもしれないと思って現場行ったんだけど、もうメイクさん、担当してくれたメイクさんがポロ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 落として、あ、また落としちゃったみたいな、ねえみたいな、私今日コップ割ったんだよね、多分重力強いと思うわって言ったらら隣のメイクさんもポロポロ物落としてたから、やっぱ重力強い日はあるんじゃないでしょうか。知らんけど。それが私が言う重力がね強い日。無重力の日はもしかしたらあるのかもしれないけどね、なんか調子がすごいいいとか身軽だなみたいな日はそうなのか知りません。続きまして、おみやさんからいただきました。南條さんこんばんは。こんばんは。今日もラジオお疲れ様です。いえいえ、6月16日に放送されたアニゲイレブンを拝見しました。 MC の、脇さんとがっつりお話しするのはこれが初めてとのことでしたが、意地でも交換しない電球や冷水をレンチンなど紹介された数々のズボラエピソードを通じて、なぜかシンパシーを感じていたのが面白かったですし、個人的にもお話を聞いていて笑いが止まりませんでした。よかった、笑ってもらってよかったな。
そして一番の目的であるテレビアニメ転生貴族の異世界冒険録についても改めて南條さんが分かりやすく解説してくれたおかげで、その後の最終話をより楽しめたのでよかったです。南條さんは今回のゲスト出演で特に印象に残ったことは何かありますか？蚊がいたんです。おしゃべりしてる時に蚊がいたんです。うわっていう顔が撮られてたんでしょうかね。ちょっと寝込んでたのであれなんですけど、あとね、そのズボラエピソードをいくつか言って、脇さんもさ、すごいさ、綺麗じゃないです、素敵に MC してくださっていて、まあ軽蔑されるのかなって思ってたんだけど、なんか同じ匂いを感じてすごい嬉しかったです。私は同じ匂いなの、あの子は。あ、そうなんだ、めっちゃいい人じゃん。そこ判断基準そこ、いや嬉しいね、仲良くなれそうだなって思った。ゲームもしてるって言ってたしさ、なんかもっとそういう話もしてみたかったなって思ったりもしましたし、そうだね。あとその番組が始まる前にプロデューサーディレクターさんたちと読み合わせみたいな打ち合わせがあったんだけど、冷静にね、淡々と私のズボラエピソードを聞いていくわけよ。なんか他にも何かあったんですか、こういうエピソードはみたいな、電球が切れてるということですがみたいないくつもいくつもあって、料理もされるんですかみたいな、いやウーバーばっかりですねとか、なんかこう昔あの水道じゃない、お湯がガスが止まってしまって お湯が出なくなってしまってなんかあのこれ懺悔の時間ですかみたいないや違うんですよとか言ってくれたけど、あの淡々と冷静に自分の今まであったしょうもない人生のことをカミングアウトする時間って本当に惨めな気持ちになるね。そう、どんなエピソードがあったのかというのはね、ぜひアニゲイレブン見逃しあるのかな、ちょっとわかんないですけど、はい、見てみてください。まあ、どうせズボラなんで大丈夫です。ドンドン、自信満々、自信満々でズボラなんで大丈夫です。はい、というわけで以上です。ありがとうございました。これからも私への質問、疑問、やってほしいことなど何でも OK です。メールお待ちしています。それではここで一曲お届けしましょう。夏だから熱い曲ということでね、はい。最新アルバムの中の熱い曲お届けしたいと思います。聴いてください。南條佳乃でこの胸に名もなき星。
女子の N のラジオ。お送りしてきました南條よしの N のラジオ、今日の放送もエンディングの時間です。この番組ではメールを大募集中です。私への質問から希望要望、最近あったことやコーナー宛など、どんなことでもいいのでぜひ番組宛にメールしてください。メールアドレスは nraji@joqr.net、 nraji@joqr.net です。また番組ツイッターもあります。 N のラジオで検索してぜひフォローしてください。ここで南條よしのからのお知らせです。先日開催された南條よしのライブツアー2023ジャーニーズトランクの立川公演の映像がワウワウにて8月に独占放送配信予定となっております。お楽しみに。夏の楽しみじゃん。これは私も楽しめるイベントだわ。そして発売中の PC ゲームグリザイアクロノスリベリオンではオープニングエンディング主題歌を担当しています。タイトルは新世界と、瓦礫に咲く花、こちらもぜひお楽しみください。また7月8日には神奈川県民ホールでファンクラブイベント、ご近所の町内会町を挙げてのお誕生日会を開催いたします。そして12月23日土曜日、24日日曜日には静岡県富士市文化会館ロゼシアター大ホールで10周年記念ライブの開催が決定しております。詳細は決まり次第公式サイトや番組内でお知らせします。8月13日日曜日、横須賀市文化会館ホールにてテレビアニメいじらないで長瀞さんセカンドアタックスペシャルイベントが開催されます。そして9月17日日曜日には、長野県佐久市駒場公園にて開催する長野アニエラフェスタ2023にも出演いたします。最後に連載のお知らせです。クイックジャパンウェブカメラ部の連載日曜日を私南條よしのが担当しております。こちらもぜひご覧ください。そしてこの番組のアーカイブですが YouTube の南條よしのオフィシャル YouTube チャンネルにて次の土曜日21時頃にアップされます。ぜひこちらもお楽しみください。というわけで夏の楽しみが一つできてよかったな。一つ、いやでもファンクラブイベントもあるから二つあでも長瀞さんもあるから三つ、全部自分の仕事あ分かった、流しそうめんだ。あいやあれも人がたくさんねいないとできないものだ。自分でねお家でできるやつあるよね。あれだ、送ってこなくていいですあ持ってる、楽しい、あれいらないいらないいや使うなら自分で買うから、うん、あのプレゼントとかも本当私大丈夫なんで、あここでやっていいのかな、本当楽しみになっていたやれるのかな、考え、そうだね、やれそうだったらいろいろ無理ない範囲でね流しそうめんかフ楽しみにしてます、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は南條よしのでした。今週も1週間頑張りましょう。またねー。